札幌市厚別区の田村瑠奈容疑者ら親子3人は共謀の上先月1日から2日にかけて札幌市中央区のホテルで恵庭市の男性の首を切断し頭部を持ち去ったなどの疑いが持たれています5月の下旬にすすきののダンスクラブで開かれた閉店イベント捜査関係者への取材で ルナ容疑者と男性はこのイベントに参加していてこの日のうちに2人の間で何らかのトラブルがあったとみられることが分かりましたまたルナ容疑者は犯行後の2日午前2時過ぎ父親の修容疑者が運転する車でホテル周辺から逃走したとみられていますが修容疑者のその後の足取りが明らかになりました 治務容疑者は犯行後、自宅近くのコンビニで氷を購入している姿が防犯カメラに映っていました店頭に並んでいた氷すべてを購入していたということです犯行直後の2日未明治務容疑者は自宅近くのコンビニで氷を複数回に分けておよそ10袋購入していたことが新たに分かりました警察の家宅捜索で 田村親子の自宅2階にある浴室からは腐敗が進んだ状態の男性の頭部が見つかり親子3人のいずれかが撮影したとみられる頭部の映った動画も押収されています徐々に明らかになってきた犯行後の足取りに田村ルナ容疑者と男性の関係性捜査本部は親子の役割などについて捜査を続けています うん、まだ謎の多い事件なんですけれどもまた新たに分かったことをこちらで整理しました、はい、VTR にもありましたがまずは2人の接点から見ていきますまずはこちらルナ容疑者と男性は5月の下旬にダンスクラブのイベントで会っていてこの際にトラブルになったとみられています さらには6月少なくとも一度は2人が再び会っていたと見られています、まあ、そして犯行が起きたわけなんですがその犯行後の父治務容疑者の行動が新たに分かってきました治務容疑者は先月2日の午前2時過ぎルナ容疑者と車でホテルの周辺を離れたと見られていますさらにその後の2日の未明自宅近くのコンビニで氷をおよそ10 警察はこの氷10袋を購入した目的について詳しく調べています。